姫アサギマダラですね。きわー、来ました来ました、飛びました、マダラです。真っ赤っかでしたね。琉球ミスジですね。かっこいい舞い方、うわ美しい。ちょっと見ますか、このブルーとグリーンの鮮やかなコントラスト。うわ飛んでった、一瞬で飛んでいってしまいます。超超超いい感じ、超超超超いい感じ。こんにちは、大村崎の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと林太郎です。はい、今日もね、元気にワクワクドキドキ蝶々の話をすること思うんですが、はい、皆さん、ここどこだと思いますか？一度ね、見たことある方はおられるかもしれないですけど、ここ今いるのは石垣島です。再び石垣島にでっかい鳥、でっかい鳥が飛んできました。石垣島に来ております。しかもね、またおーっと、なんだでっかいの飛んでるで、あれ何、ちょっとあれ見てみましょうか。ちょっと着替えやと思います。薄色かな、飛んでた。薄色このまっぽかったな。あー、石垣蝶が飛んでる。蝶々の楽園に来ております。ちょっとまたお話をちょっと引き続きやろうと思います。はい、ということでごめんなさい、もうちょっと興奮状態で、もう蝶々見たらすぐにカメラ行っちゃうんですけど、あれ今の薄色このままっぽかったですね。はい、ということで早速ね、今日も石垣島に仕事でちゃんと来てるんで、こちら蝶々たち、ちょっとね、皆さんに石垣島の3月の蝶々ちょっと見ていただこうと思うので、そちら楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。じゃあ行きますよ、レッツはい、始まりました、石垣島の蝶々見ていきましょう。はい、早速これとオレンジのかっこいい蝶々、スジグロカバマダラですね。美しいオレンジと黒のこのバランス、素晴らしい蝶々です。この蝶々たくさん見ました。続いてやってきました、この子琉球ミスジですね。琉球ミスジ、本州ではコミスジっていう似たような蝶々がいるんですけど、こちらでは石垣島では琉球ミスジという蝶々です。いやー、やってきました、始まりました、石垣島の蝶々ですけど、この白い蝶々ね、ひっつき虫がね、なる花なんですけど、この花がたくさんあって、もうね、最高のお花畑になってました。待ってますね。この子ら蝶々追いかけ合いました。もう嬉しそうですよね、もう楽しそうですよね、もうまさに蝶の楽園、もうここは天国でした。もうずっと僕はここでね、撮影をしていました。もう時間があればここに来て撮影をしてました。あ、止まりましたよ、寄っていきます。さあ、何かな、今の蝶々は琉球アサギマダラかな。いやー、なかなか止まらない。そうなんです、なかなか止まらないです。元気いっぱいでなかなか止まらないんで、撮影がね、なかなかうまくできなかったんですけど、この後もね、引き続き見てください。あ、止まりましたよ。さあ、この子は何かな、この子の名前は、この子は姫アサギマダラです。姫なんです。普通のアサギのマダラより小さいから姫アサギマダラですね。色もね、ちょっとなんか淡い感じがしますよね。でも美しい。奥は琉球アサギマダラです。ちらっと見ましたね。はい、ということでお花畑も最高でしたね。次、続いてやってきました。うわ、飛んだ、ちょっと見えました。今のはツマムラサキマダラという蝶なんですけど、なかなか止まらない。もうこの子の撮影は本当に大変でした。もうね、もうちょっとっていうところでね、飛ぶんですよね。まだまだ僕は蝶になれてないです。僕は蝶になりたい。もうね、人の気配を消す方法をずっと考えていました。どうやったら蝶々が驚かないかをずっと考えました。出てきました、来ました、飛びました。はい、ツマムラサキマダラでしたね。一瞬で飛びました。美しい色がちょっと見えましたね、チラッと見えましたね。それがまたいいんですよ。はい、ということで引き続き見ていきましょうね。本当に一面花でしょ。おっと、消えました、この子、琉球アサギマダラです。先ほどのね、姫アサギマダラとちょっと似てるんですけど、この子は琉球アサギマダラ。この蝶もこのね、場所ではもうたくさん見れましたね。美しい羽ばたき、ダイナミックかつ繊細な飛び方です。美しい、もうずっと見てましたね、この子はね。本当になんか神秘的なね、舞い方をする蝶でしたね。もうこの子は先ほどのね、スジグロカバマダラと同じぐらいたくさんこの場所で見れました。
普通のアサギマダラがね、なかなかね、ちょっと数が少なかったんですけど、このね、琉球アサギマダラは本当にたくさん飛んでいて、さらにこのね、白い花も大好きでしたね。もうずっとこの花に止まってました。ね、この子はね、結構こうやって、うわ、飛んでくれるんで、撮影してくる、撮影できました。はい、ということで、美しい舞なんで、ちょっと黙りましたけど、もうね、神秘的でしょ。もう、うわー、ぜひ見てください。この羽ばたき、ピント合わせかったかったけど、ピントが合わなくてごめんなさい。うわー、素晴らしい。めちゃくちゃ、いや、超超美しい琉球アサギマダラでした。いや、こちらもそうですね。もう、だから琉球アサギマダラは本当にね、この時期ね、たくさんいるっていうことが今回分かりました。いや、でもここはね、本当にね、天国でしたよ、本当に。ずっとね、あの、蝶々がいました。ね、止まりました。止まりました。近づけるかな？近づけるかな？来た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 。見てください。この色。鮮やかなブルーのこの色。人がもう表せない、作れないような青ってもうとかブルーとかもうじゃない。もう蝶々のこの羽のね、自然美。自然美は本当に素晴らしいです。なぜこんな模様ができるの？イモムシからサナギになってこの羽がある成虫になる。本当に蝶って。最高ですね。はい、ということでやってきました。あー、やってきました。出てきました。この子はジャコウアゲハです。体が赤いですよね。本州のやつよりね、真っ赤っかでしたね。それにまず驚きました。見てください、この赤と黒のコントラスト。いやー、美しい舞い方。なんかでも、ね、本州よりこってちょっとね、急いでいるような感じはしましたね。出てきました、この子。台湾青葉せせりというせせり蝶の仲間なんですけど、超超大きかったです。本州ではこんなにでっかいせせり蝶見れないんで、初め見た時本当にびっくりしました。そして飛ぶ時下に沈むんですよ。これもスローモーション見て分かりました。沈んで次に行く。いや、美しいです。かっこいい蝶々でした。台湾青葉せせりでした。またやってきました。琉球ミスジですね。かっこいい舞い方。小ミスジそっくり。いや、クリソツなんですけどね。まあ一緒にね、同じ蝶がここにはいないんで、この子は琉球や、小ミスジでした。続いてやってきました。見たことありますよね、この蝶々。本州でも見ますよね。いや、違うんです。この子は北貴蝶じゃないんです。この子は南貴蝶なんですよね。こちら沖縄やこのね、南西諸島このね、石垣島にいるのは、まあ、北貴蝶もいると言われているんですよ。この子柄を見ると南貴蝶です。ちょっとね、台湾貴蝶っていうのもいるんですけど、まあおそらくね、ちゃんとね、僕も図鑑で調べたところ、まあ、南貴蝶で合ってるかなと思います。見てください。そしてこの興奮、口がね、上にこう伸びして必死になんかもう飲んでる姿。奥の蝶も必死に並んで仲いいですよね。仲良く花をすっ食べていました。美味しそうですね。なんか口をね、本当に一生懸命ね、こさぐってる姿が何とも言えなくて、もこれもずっと見てられました。本当に一生懸命。お、そして飛びます、飛びます、飛んで飛んで飛んでた。もう一瞬で飛んでいっちゃいます。いや、南貴蝶ありがとうね。はい、続いてはやってきました。黒くてでかいこの蝶々。この蝶々はこちらのいるのは八重山カラスアゲハという蝶なんです。この子も敏感でした。なかなか撮影がね、難しかった。そしてやってきました。オープニングでも出てきました。薄色この蝶です、今のは。そして再び持って出てきました。八重山カラスアゲハです。うわ、美しい。ちょっと見ますか、このブルーとグリーンの鮮やかなコントラスト。うわ、飛んでった。一瞬で飛んでいってしまいます。撮影が超超難しいです。そしてやってきました。石垣蝶です。ラストを飾るのは石垣蝶でした。はい、ということで石垣島第1弾終了しました。いかがだったでしょうか。いやー、やっぱりね、近畿では見れない蝶々たくさんいましたね。いやー、楽しかった。いやー、楽しかった。初日とりあえず終了しました。もう初日でも盛りだくさん、ほとんど蝶々凝縮にしちゃったかもしれないですけど、いや、これからもね、やっぱりそうですね、石垣島にしかいない蝶々、北海道にいる蝶々、いろんな全国各地いろんな蝶々あるんで、これからもね、いろんな全国回ってこの目で見て、そして皆さんにお届け
していけるかをかなと思うんで、皆さんいろんなここ来てくださいみたいなことね、ご意見もいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、すいません、最後にね、もしかしたら蝶々の名前間違ってるのがいるかもしれないです。ごめんなさい、僕もね、やっぱり図鑑を調べながらちゃんとやったんですけど、やっぱりまだまだ僕も勉強不足なところあるので、もしね、あれちょっとちゃうでっていうのがあったら、またコメント欄に書いていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら蝶なら蝶なら石垣島最高Thank you.